ドイツマルクは、1948年6月20日から1998年12月31日までの、ドイツ連邦共和国の法廷通過。単に、マルクとも呼ばれる。マルクの名は、貨幣に刻印があることから。補助単位はペニヒで、1ドイツマルクイコール100ペニヒ。ライヒスマルクに代わって導入され、 1999年1月1日のユーロ導入により廃止された。1ユーロは1.95583ドイツマルクと投下とされた。ドイツマルクの効果と紙幣は2002年に市場から回収されたが、ユーロへの交換はドイツ連邦銀行によって永久保証されている。マルクは1871年にドイツ帝国統一以来のドイツの公式通貨だった。 ワイマール共和国時代の1920年代初頭にマルクはハイパーインフレーションを経験したがドイツマルクは西ドイツへと続く統一ドイツの経済力及び安定の象徴となった東ドイツでは東ドイツマルクが使用されたドイツマルクは1948年に第二次世界大戦後の東西ドイツの分割が高級的なものと考えられた後 西側勢力によって導入された。それは西ドイツをインフレーションから救うためであったが、東ベルリンのソビエト連邦政府当局の怒りを呼び、1949年のベルリン封鎖に結びついた。西ドイツが戦後復興を遂げて経済大国となり、アメリカ合衆国ドル、日本円と共に国際通貨や特別引き出券として流通していた。また、 ドイツの歴史経験からインフレーションを警戒するドイツ国民がドイツ連邦政府とドイツ連邦銀行の慎重な財政、通貨政策を支持しておりそのことへの世界からの信頼から経済規模では日本を下回っていたにもかかわらず準備通貨としての基本有効は米ドルに次ぐに位であった日本円とともに戦後米ドルに対する価値が上昇した数少ない 通貨の一つである。東欧革命後は、東欧諸国の基軸通貨となり、1997年には、ブルガリアのレフが、1998年には、ボスニアヘルツェゴビナのダカンマルクが、共にドイツマルクとの固定相場制とされた。また、1999年には、モンテネグロとコソボが、ドイツマルクを自国通貨として採用した。 これらの地位はすべてユーロに引き継がれている。ドイツマルクには、紙幣と硬貨があり、ドイツ連邦銀行が発行していた。紙幣は5.1020.50100.200500.1000マルクの8種類、硬貨は1.25.1050ペニヒト1.25マルクの8種類が発行されていた。タイドルカワセレートタイエンカワセレート。ありがとうございます。